お前が先手だ。よろしくお願いします。対局開始。ヘラシーマサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて相手の方ね、初手長考ですね。10秒ぐらい使ってくれてるんですけど、あ、来た、居飛車っぽいっすね。多分居飛車ですね。腰掛け銀って書いておったんやけど、どうしようかな。角道止めるの尺やな。一回銀上がってなんか角換わりですよみたいな感じにしときましょうか。あ、角換わりになりましたね。で俺が先手番で角換わりなので、右玉目指していくべきなのかな。なんかそんな気がします。で4五桂速攻を見せて、あの相手に守らせるだけ守らしといて右玉行くみたいな感じがいいのかなって思ってるんですよね。まあ腰掛け銀で来るでしょうきっと。まあ飛車引いて、で桂跳ねに、まあ桂跳ねできたら金上がり、銀上がりでもまあ金上がって右玉の形を作っていって右玉でどうなのかなっていう感じですね。まあ端は受けとこで歩ついて、まあここで出ていくんかな。あとこの金の形がまあポイントっすよね。まあ銀が出たとして、うん、まあここの歩次大丈夫なのって言われたら、まあここの歩ついていくんかなって感じなんですけど、か飛車先の歩交換は無視して、例えばこの地点、まあ8、6地点で交換された時に桂馬ジャンプしといてみたいな感じなのかね。飛車と玉の関係性悪いから、こう銀ぶつけて同銀同歩でここくっついていく手があるしね。で角打ちに対してどうするのみたいな話もあるし、まあ行くんじゃないかな。行ってみましょう。まあ銀出て歩交換は気になるし、それもぶつけたいけどね。ぶつけてこっち引いたらこっちついていくし、こっち引いてもこっちついてってどうなのかな。まあぶつけるんじゃない。ぶつけてここの歩が伸びて、あなたは銀どこに使うのっていう感じかな。まあ銀ぶつけてきて取って角、はあ、まあ合わせるんじゃない無難に。これで上部に手厚くやっといてどうか。まあ同角なら同金で手厚くなるし、もう一回打ってくんのかね。ああ、まあまあそこまで決めといてね。これ角打ちたいけどな。角打ったらどうすんの。例えば角打って下がったら歩打って横行って銀打って飛車が死にそうに見えるが、銀打ってで仮に金で上がってきたら、まあ、角は一回逃げときゃいいかな。この歩と銀の関係性で捕まってるからね、この飛車が。そんな感じでどうか。まあ角打つんじゃない。ひえー、ぶち込んできたけど、これは避けといて、まあ一例でここ金に紐付けたい。なんかここ横を取ってきた時にめんどくさいっていうのがあるから、いやそれはちょっとやりすぎと思うけどね。例えばこれ飛車行くじゃん、角行くやん、玉避けとくやん。こっちのが、いや、こっちか。桂馬はさすがにやから。となると、え、これ、金に紐をつけるって意味だと、飛車、ここの方がいいのかね。ここ行って、角打たれて、こっち避けといて、ここ紐ついてますぜ、みたいな方がいいのかね。いや、でも、それはあれか。飛車、ここ行って、角打たれて、玉避けて、切って、同飛車にこうなってくんのか。となると、この桂馬は見捨てる代わりに、この飛車ちょうだいっていう感じにすねかんのか。なるほどね。わかった。じゃあ、ここ行くか。ここ行って、角打たれて寄って、桂取られてもこっち取り返すみたいな感じかな。で、角がここにいて、成銀が多分ここにおるんやけど、まあ、それで、大丈夫かなって感じ？ということで、ここに行きましょうか。いろいろ考えた結果、ここが一番ベストだと思いました。
まあ、角打たれたり角打たれたりするのは、まあ、こっちに避けていけばいいかな。なんか部分的にここの桂より、いやほうこれはでもどうなんすか。まあ金に紐付けたんだけどっていうのがあって、例えば取る、取って取られて同金に飛車持ってるよね。飛車この辺に打つのって話になるよね。いやー仮に避けたとしよう、角いなくなったから避けたとしよう、まあ、結局この飛車と角の関係性とかは変わってないから、香車取られてもまあ別に飛車取っときゃいいし、玉寄って銀取りに行けばいいもんね。別にこれでいいんじゃない、あえて避けときゃいいんじゃないかな。飛車交換は嫌だね。でもし仮に飛車避けて横来たら歩打っとくんかな。歩打ってどうしますかみたいな感じ。ここ避けとく、これでいいんかなこれでいいんかな。まあどうしますかっていう感じなんですけど、結構つんのめっとるよ。なんかこの銀すくわないかんやろうし、この角は瞬間的に当たってるし、飛車も当たってるし、桂も当たってるし、めちゃめちゃ当たってるんだけど、これどうすんの。まあ横歩は歩って角切っても同桂やし、桂が来て、まあ、金が出ていってみたいな感じなのかね。いやはやめちゃめちゃ暴れてくるね。あー一回ね、まあだとしたら、まあ飛車いなくなったんで歩打ってみるかな。歩打ったら角取れそうやもんね。歩打って、まあ、一回ここ引くんかもしれんけど、角拾っといて、で、金上がってきたら、ここに歩があるんか。ここに歩叩きたいもんね。単純にこれ桂取るとどうなるの。いやこれ何が欲しいんだろう。角欲しいのかな。角は別になられてもいいよね。飛車が欲しいのかな。飛車が欲しいなら、例えばこう取って、歩打ったらなんか下がって取ってこっち来て、まあ銀打ちかな。銀打ちで言い返してるでしょっていう話もあるしなぁ。まあ歩打ちますかそうよね。でこれ拾っといて、それは角打ちで角打って取られたら、まあこっち取ればいいね。角打ってどっか開けたら、まあ、こっち取っときゃいいよね。まあ、角じゃない。まあ、取って。うん、まあまあ、でもこれはしゃあないかな。まあ、あとは、飛車を下ろして、一回、こうなんか、金取りみたいなのもあるんだけど、どうなんかね、これ、守っとく方がいいのかな。例えば、銀打ちます。3分。取ります取ります、当たってます。銀桂か、突っ込んでくる可能性あるね。銀打って取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 って、ここに銀打つみたいなありそうやからね。となると避けていく方針がいいのかな。まあ角なってきてこっち行って、
仮に飛車取られても、っていう感じでどうなんかな。2分30秒まあ一回ここ打っときます。大手じゃなくていいよね。ここ逃がしたくないんだよね。逃がしたくないんだけど、馬で引っ張る方がいいのかな。いや難しいね、難しいね。2分、そうね。例えば飛車打って馬寄って飛車鳴って銀打てば詰みやから、まあ逃がさって意味でもこうなのかな。で多分突っ込んでくるんやろうけど、まあこっち避けといて、で取って、まあまあこっち逃げていけばいいんじゃないかな。別に強者だけだとね怖くないしね、まあ、こっち逃げといて。1分30秒。まあこっち逃げていきたいという話なんでしょうが、まあこうやって寄ってって、これここで取らせるのはめんどくさいか。この割り銀があるもんね。か、普通にこれ大手するとどうすんの。これここに逃げる、と大手して逃げるパターン、こう合駒するパターンあるけど、大手するとどうするんだろうね。大手すると、まあだよね。でこっち取ってだいたい詰めろくさいけど、まあ取って、まあ突っ込んで、まあそうなるよね。こっち行って、まあその銀は動けないからこっち取り返しといて、まあそれ取られても別になんでもないから、これはラッシュ仕掛けたいよね。30秒。銀打ちからかな。まあ銀打って、まあ鳴らすで入って、で取って、まあ上に逃げていけば別に構わないんで、割り銀とかは全然怖くないよね。まあこれ次ここ入って大体詰みでしょう。取ったら頭からやろ。逃げても竜牌は詰みやろ。どうやって受けるんすかって話よね。銀打ってもこっち取って取って君から、はい、ありがとうございました。よくぞやった。しかし将棋ウォーズを勝ち抜くのはまだまだ厳しいぞ。はい、ワンポイント感想戦やっていこうと思います。はい、ワンポイント感想戦やっていこうと思います。今回ですね、角換わり右玉の戦いになったんですけど、本譜ですね、飛車走ってきて、まあ、6四角、まあ、飛車走ってきたところで、まあ、6四角の切り返しがあるっていうだけで、まあ、こっちの方にだいぶ評価値が増えるよっていう感じでした。で、6四角に対して、まあ、銀打ちもね、まあ、部分的にはあるみたいなんですが、まあ、飛車避けるよね。基本的には避けるよね。やっぱ避けるところまで OK で、避ける場所がね、もうちょっとね、4級とかの方が良かったみたいなんですけどね。まあ、どこに、ここに避けたら多分ね、こっち取った時に、なんかこの飛車と金の関係性とかいろいろ悪いって多分言う話なんだろうね。ここ避けて、だって7六飛車って言うのよ。多分次にこれ角打ちとかがやばいって言うのかな。金で取ったら飛車が取られるし、飛車逃げたらこう金取られちゃうしっていう話なんだろうね。例えばこうやって寄ったら、そうね、8八角が厳しいよね。っていうのがあったみたいなんで、避けるとしたら多分まあ4級とか5級とかなんだろうかなとか思ったんですけど、
まあ、これも怖いけど避けといて大丈夫という話なんでしょうね。まあ、こっち取ったら角取れるよってことか。だし ここで横歩取ったらまあ金が上がっていくのもあるんかな。まあ歩でいいのか、普通に歩でいいのか。まあ、さっきの展開で歩打つのも、まあ、結局この飛車がどこ行くのっていう話になるんで、まあ、飛車捕まってますよねってことやね。はい、そうですね。角打たれたところで、飛車はこれ逃げたんですけど、これ飛車逃げる手もあるし、取っちゃう手もあったみたいですね。まあ、取って、飛車取られて、同金に角がこう効いてて、角こう効いてるんでしょ？でもね、これ飛車をね、先手で打たれるのに結構嫌だったんで、どうだったんでしょうね。まあ、こうなるでしょ、多分。で、まあ、下ろすならこの辺なのかな。これ大丈夫なの？これ金とか取られそうだけど、8二飛車とか読んだけど、マジで夜7九飛車なるわ。突っ込んでマジで夜こっち逃げると危ないと、詰んでると。いや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 、5四銀、まあ5四銀上行くしかなくて、9七角、まあ追って飛車のラインがあると言ってんのか。ああそうかそうか、これ角突っ込んで、まあ同金はできないから、どっちみち追って飛車があると言ってんのか。なるほど。だから俺は浮いてるようで実は浮いてないというのがソフト先生の見解なわけですね。なるほどなるほど。まあ8二飛車が打てて突っ込んでみたいなところが見えれば確かにあるのかもしれません。はい、本譜ね、最後の方ですね、3二玉のところで詰ありますね。詰があるみたいですね。あの竜で追っかけていくんじゃなくて角で追っかける方が良かったみたいですね。これは下行くと竜で詰なんで横避けるんですけど、これはよくあるこの角とかの連携ですよね。これ取ったら頭金ですし、これ横行ったらこっちで角なれば詰みという感じで、ね、簡単な詰みがあったみたいですね。はい、ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の右玉の動画楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。おやすみ。